Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older.皆さんこんにちは、しほです。今日はですね、家族3人で箱根旅行に行きます。今回の動画は D プライムとのコラボ動画です。それ何って方も多いと思いますし、私もね今回初めて知ったんですが、とってもねいいなと思ったサービスなので、旅行前に少し共有させてもらいます。 D プライムはライフスタイルや趣味嗜好などのパーソナルデータを登録し、そのデータを企業に提供することで、企業から割引クーポンや商品プレゼントが届き、ちょっとお得な体験ができるアプリになっています。今回私もこちらをね、使って旅行に行ってきます。アプリにね、登録すると様々なオファーを見ることができます。About Me と呼ばれる事前アンケートに答えると、企業からのオファーに応諾することができます。で、今回ね、D プライムアプリ内では、7月11日から8月31日までプチ贅沢旅行特集というホテルや旅館からのオファーをまとめた特集が組まれています。今日私たちが泊まる予定の箱根小涌園天佑さんはもちろん、他にも様々なホテルや旅館がオファーを出しています。特別なプランがあったり、お得な特典があったり、抽選で無料宿泊券がもらえるホテルも複数あるそうです。すごいですよね。毎年私と夫の誕生日、それから結婚記念日には旅行に行っていたんですが、ここ数年全く行けていなかったので、まとめてお祝いとして今回の旅行を楽しみたいと思います。ではちょっと最後にパッキングのね確認をして、夫と息子の準備が完了したらお家を出たいと思います。ではまた箱根に着いたらカメラ回します。行ってきます。はい、ということで着きました。お部屋に入りました。じゃじゃーん。今回はですね、箱根小涌園天佑さんに泊まりに行きました。パチ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 で、まず最初にお部屋のルームツアーをしたいなと思います。久々だね箱根。というか今日結構暑くて33度ぐらいまであると思うんですけど、箱根はね27度ぐらいで、すごく涼しいし風も結構あるので、本当に体感温度が全然違うなって思いました。とりあえず一回ちょっとルームツアーしてお部屋紹介した後に、小涌園の中にはなんか神社とかあと庭園があって、ちょっとそこも見に行きたいなって思うので、ちょっとご紹介していきたいと思います。ではルームツアーやっていきます。まず部屋入ってすぐがこんな感じでした。でこっちにベンチがあって、ここでまっすぐ行くと寝る部屋があるんですが、まずこっち、こちらに行くとねトイレがあって、こちらは洗面所になります。もうねさっき手洗いうがしちゃったからタオル出してるんですけど、大きな鏡のついた綺麗な洗面所です。
そしてこちらはこんな感じです。じゃじゃーん。この右手にベッドが2つあって、こっちですね、もう息子がおもちゃを広げちゃっているんですが、畳になっているのでお子さん連れでも安心かと思います。遊んでます。でソファーが1つあって、ちょっとここに荷物が置かれてます。でこっちがベッドです。どうですか畳、どうですか、あもあもいいですか、いいですね、いいですよって言ってるの、おいいですよって言ってます。ご満悦ですか、おすごい後ろに下がってますねお兄さん。はい、ここにお椅子とテーブルがあって、外に露天風呂があります。いけますね。じゃあめっちゃ綺麗ですよね外。このオズモの方がめっちゃ綺麗に映る。でここに露天風呂があります。でこっちにねちょっと座れるようになってますね。で外がこの緑めっちゃ綺麗、じゃーん、見渡す限り緑です。でこの目の前にこのユネッサンがあるんですよね。でユネッサン私昔ね中学生ぐらいだったかな、家族で来たことがあるんですね。すごい懐かしい。でウォータースライダーがちょうど見えるんですけど、温泉もすごいたくさんあります。そうだね、車増えたね。暑いね、お部屋涼しいね、見える？あー今から神社、ちょっと庭園をね散策しに行ってきます。パパが抱っこひもありがとう。めっちゃ魚介の味が味だしか、魚介の出汁が効いてて美味しい。
お腹いっぱいだね。美味しかったね、うん、ケーキもサプライズしたんですが反応が案の定薄かったです。美味しかったね、うん、気になったね、ケーキが、ね、お庭以降にはバイバーイ。朝です。反射してるね。とってもいい天気です。で、外はこんな感じでめちゃくちゃいい天気です。今はですね、ご飯を食べて支度をして、今ちょっとゆっくりしている時間です。そこはね、朝寝をしています。今回は D プライムアプリを使って箱根に旅行に来ました。で、今日私が宿泊した天佑さんもアプリ内のプチ贅沢旅行特集に掲載されています。概要欄に D プライムアプリについてやプチ贅沢旅行特集についてリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。そして箱根は静岡側からもアクセスしやすいですし、東京方面からもアクセスしやすいと思うので、ぜひね、この夏の思い出作りに気になった方はぜひチェックしてみてほしいです。ということで、2日目も楽しんでいきたいと思います。見ていただきありがとうございました。では2日目行ってきます。